皆さんこんにちは、マンダルクルビジです。では今回は提督の決断3パートキットセガサタン版レイテ沖海戦の続きプレイしていきたいと思います。で、栗林中将伊予島からレイテの基地守備隊司令に、転進転属させたところからですね、反転攻撃を仕掛けているというところになります。現在確認できているアメリカ軍の機動部隊ですが、マップ上4つ映ってますね。まず1つ目、ここは第9艦隊、軽空母2が残っています。これ、早々に壊滅させたいところですね。そしてこちら、空母3、レキシントンがいた部隊ですね。正規空母レキシントンは撃沈済みです。そして、多分ね、これが最精鋭の部隊となるんじゃないかなと思うんですけども、空母5、戦艦2という大部隊ですね。輸送船も32という数です。一番遠いところにいるのが空母4。これもね、輸送船18いますので、レイテに近づけないように気をつけましょう。感じのレイテなんですけども、栗林さんが守ってくれているんですが、港が破壊されてしまったので、この後、輸送船による陸戦隊の投入、輸送、これがね、少し滞るんじゃないかなと思いますので、できるだけこの守備隊87という数をですね、キープしていきたいと思います。では早速時間を進めていきましょう。メナドの基地航空隊ですね。ここを基地司令には三河さんに入ってもらいました。軽空母に残っているアメリカ軍の第9艦隊が相手になります。直縁の数6ですね。もうここは残っている軽空母2隻、完全に撃沈し合いましょう。軽空母セントロを撃沈です。あと、カリーニンベイ残ってますけども、これも撃沈可能ですね。軽空母2隻撃沈完了しています。第9艦隊は完全に無力化しましたね。残り3空母機動艦隊。これの迎撃撃破を目指していきましょう。再び第4艦隊が狙われています。これ、ちょっと生き残れなそうですね。残念ながら西村さんの第4艦隊、壊滅の可能性ありです。はい。西村さんの艦隊は、文字通り、全滅です。続いてですね、志村さんの第5艦隊も敵空母艦載170機に狙われています。これもちょっと、生き残れないかもしれないですね。はい。巡洋艦3を失っています。駆逐艦も失って、事実上壊滅したと言って良さそうですね。アメリカ軍の第3艦隊。ヤマト、ムサシの第2艦隊ですけども、砲撃戦展開できるところに残念ながら、敵空母機動部隊捕捉できなかったので、アメリカ軍の第9艦隊ですね。これと砲撃戦を行っておきます。壊滅させて、他のね、空母機動部隊を捜索していきましょう。さあ、では。ヤマト武蔵ですね。再び夜襲が仕掛けられるタイミングになってます。なんとかこの夜襲で空母1隻でも多く仕留めておきたいですね。さあ、敵捕らえています。お互い撃ち合いになってますけど、ヤマト武蔵の火力でなんとかね、ここは砲撃戦を制したいですね。ちょっと艦隊にダメージが出てしまったかなというのはあります。それでもですね、しっかり敵部隊攻撃できたかなというところですね。さあ、レイテに再び敵の陸戦隊の揚陸を許してしまいましたね。なんとかこれ追い払わないといけない。そういう情勢になります。マニラの基地航空隊200機全機出撃します。まずはね、敵空母を排除しておきたいかなというふうに思いますので。
4部隊に分けて出撃しましょう。正規空母バンガーヒル確認してます。はい、バンガーヒル確認してますが撃沈には至ってません。なかなかやっぱり硬くなってますね、敵の守りも。まあただ波状攻撃仕掛けてバンガーヒル仕留めていきたいと思います。続いてメダドの基地航空隊も200機ですね、出していきましょう。バンガーヒルのいる空母機動部隊ですが、直縁機上げられる揚陸なしですね。まあこれだけね、一つの敵機動部隊一つの艦隊に連続波状攻撃仕掛けてるので、まあさすがに敵ももう艦載機直縁に上げる余裕なくなってきてるっていう状態ですね。正規空母バンガーヒル撃沈してます。さあ続いてダバオの基地航空隊も波状攻撃仕掛けていきます。166機全機出撃ですね。さあちょっとピンチなのがレイテの守備隊ですね。今回一気に30減らされてますね。アメリカ軍の第4艦隊の空母艦載機、これまだ健在ですね。これ早めに叩いた方が良さそうです。では続いてヤマト武蔵ですね。アメリカ軍の第3艦隊、もう空母も無力化してますけども仕留めておきたいと思います。敵は戦艦アイオワですね。ここアイオワと正規空母イントレビット両方とも撃沈狙いに行きましょう。さらに正規空母ハンコックか、2隻いる空母いずれも軽空母かと思ってましたけど、両方とも正規空母でしたね。はい、というわけで日本軍は大和武蔵こそ健在なものの、艦隊の大部分を喪失。一方アメリカ軍の方も空母にね、約半数ぐらいを失っているという状況です。まあ、それでもまだアメリカ軍空母数いっぱい残ってますからね。一方レイテの方は栗林さんが奮戦中ですが、まあ残念ながら残りの守備隊の数減ってきてますので、なんとかねこれ持ちこたえられるように急いで敵部隊一掃していきたいと思います。では今回はここまでにさせていただいて、次回またこの続きをプレイしていきたいというふうに思います。